名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日の注目なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになると思いますが、いかがですか。まあ、そうですね、初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけど、もうとにかく思い切って投げてもらいたいなというふうに思いますね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。まずはドラゴンズの先発勝野が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあ、ベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは神里。さあ、ゲームが始まろうとしています。神里センター神里背番号8、はい、まず何を投げてくるか。アウトコース、ストレートが決まっています。2球目打ちました。ショートの左抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。危ない球です。ランナーここはスタート切りません。打ちました。さあ、どうだ。このフライはどうだ、落ちるか。センターが取りました。バッターボックス外、ワンアウトになっています。まずはインコース、低めで打ち損じを狙いたいですね。痛烈、これはショートの横抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウト三塁二塁です。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあ、キャッチ痛烈、これはセカンドライナー。1球でアウトが増やせたのは大きいですよね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあ、この場面でバッターボックスには5番のロペスが入っています。まず最初のボールを決めていきました。低め、絶妙のコースに決めてきます。ストライクを先行させていきます。追い込みました。インコース、これは外れます。打ちました。ボテボテ、ショートが前に来る。取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。ドラゴンズ、打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったドラゴンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。